7番。二人の出会いはあるのかな今年は。ドン。お、8。力。やっぱりもうまさしくそうですね。これは力っていうカードです。なので、力加減なんで相手の状況に合わせるとか、そういうことを言ってますね。これはこの獅子みたいなライオンみたいなのがいますよね。でこう手を噛まれちゃいそうなカードなんですね。なんでこれ力加減なんですよ。なので、相手のこう状況に合わせると、相手の波に合わせるってことをまさしくこのカードも言ってます。なのでそのカード、相手の波に合ったタイミングでお互い会えると思いますよ。そのタイミングで出会えば、復活できます。全然、その可能性はな。ただ逆位置にね、さっき出たんでちょっとね、少し、ハードルは高いかもしれないですけど、もしかしたらそういう波に今なってないのかもしれないですね、相手の方が。だからそれを待つしかないと思いますね。すぐっていうのはちょっと難しいかもしれませんね。なので相性は悪くないので、この方とまたね復縁できたらいいかなと僕は思っております。頑張ってください。簡単ですが、はいはい、待ってください。待てば大丈夫です。待つしかないです。むしろなんかちょっとなんかお願いしますって言われて、全然なんかあれ、最近高子さんいましたよね。もういないかな。さっきいた気がします。ではさっきでももう一人ちょっと名前が分かんなかったんですけど、ああいました。あれ知り合い なんすか。みんな繋がってんすか。ちょっと もしかして生年月日打ってきてますね、かなり。なんかこれみんな繋がってんですね。はい、ちょっと待ってね。はい、オッケー。ちょっと待ってください。今計算します。あ、お友達ですか。みんな繋がってんですか。なんだそりゃ。969115。あら、これどっか。あら、優しい番号ですね、これは。高子さん非常に優しい番号でございますね。ちょっと待ってください。4+7、はい、2、あー、6、7、8、9、1、2、はいはい、あ、いいっすね。いいですね。高子さんは、どっちかっていうと笹山さんの旦那さんみたいな感じですね。よく分かんなくなってますね。5がラッキー番号でサブ番号が2っていう番号になります。メインが5なんで、そうですね、なんかもしかしたらなんかこう、まあ二面性はあるんだけども、マイペースで安定志向っていうのがこの高子さんのポイントです。ただね、やっぱり5が5と2っていうのは完全に257っていう番号、この筋の人は優しいんですよね。で、
257じゃない258か、ごめんなさい258で、もう人にね合わせられるので、自分で何かこう発信していくっていうよりも誰かを持ち上げてくれる、持ち上げる人なんですよ、高子さんは。なので非常に優しい番号なんですよね。だからこう誰かと何かやるとかですね、そういうのすごくいいと思います。例えば高子さんみたいなタイプは369とかっていう番号の、人に、ついていく、ある程度こう勢いがある人についていける、いくと非常に調子いいんですよ。なのでなんかこうカリスマみか、なんだろうな、なんかこう勢いがある人ですね、勢いがある人の2番手とかそういうところにいると非常にうまくいきます。で、運気も今こちら見てみたんですけど、今こことここなんですね。なのでいいですよ。今運気自体は上がってるんでいいんですけど、11月の5日過ぎると天柱札に片方入ってしまうので、新しいことやるんならあれば11月の5日前にやった方がいいと思いますね。ただ11月5日以降も運気は高いので全然大丈夫です、今上がっていきます。これからいいんじゃないですかね。タコさんは、ただ1点だけあるとしたら、なんかね、家族の問題とかそういうことがちょっとね、あるかもしれません、その辺がちょっとね、ちょっと気になるかなって思ったところですね。高子さん、もしあれでしたら番号、タロットカードの番号を、ちょっと待ってね、本間さん、ちょっと待ってね、家族がねちょっといろいろあるみたいなんですね、ちょっと分かんないですけど、はい。で、タコさん好きなところで番号を言ってください。1番、あ、じゃあ一番上ですね、はい、これです、1番目ドン。あ、なんか今日これ出ますね、すごい、いいんじゃないですかね。一緒にコラボするといいです。タコさんもこれ完全に今年コラボですね。コラボしてなんかこう一緒にできますよ。で、誘うのはタコさんから誘ってください。で、一緒に、できます。うまくいくと思いますね。コラボ、コラボいけますよ、コラボ絶対、はい、コラボれます。ほんと今はチャンスですよ、11月5日までコラボれます。特に距離離れていてもできますので、なんかちょっと一緒にちょっとやってみるとかですね、新しく、そうだな、なんだろう、何か、まあ何でもいいですけどね、何かを一緒にやるってね、コラボ講習、あ、コラボ講習いいんじゃないですかね。コラボ講習でもいいですし、はい、コラボ講習もいいんじゃないですかね。あとはコラボでなんか一つのものを、例えば、なんかこうブログじゃなくても何でもいいんですけど、それを2人で一つ のアカウントで何かをやるとか、まあ、何でもあると思うんですけど、そういうのもいいと思いますね。そんなのもできるんではないでしょうか。そういう感じで、非常に、はい、なので誰かこう勢いがある人のについていけば間違いなくうまくいくと思いますね、高子さんの場合は。はい、家族問題でちょっといろいろあるかもしれませんねっていうだけですかね、はい、すみません、なんかこのコメントが進んでいって、さっき生年月日を入れていただいてたりしたんですけど、もう進んでしまって見れなくなってしまいました。どっかにその番号の、乗ってる人に乗ってけってことですね。そうです、乗ってる人に乗っていけばコラボできます。
お、ありがとうございます。北陽さん、陽さんでいいですかね。陽さんは1908、ありがとうございます。陽さん今見てます。88年4月15ですね。陽さんはおいくつになりますか。陽さんは北爪、あ、アキラ、北爪さん、アキラさんですね、すいません、アキラさん、アキラさんですね、すいません。28歳ですね。はい、珍しいイメージですね。はい、では、はい、ちょっとお待ちください。1988年4月の15日、あ、これさっきいましたね、同じ番号の人が、 辻さんっていう方と同じですね。前ってなんか大きい変化ってあったかなと思うんですけど、その時何か移動したとか新しくなんかなったとかそういうことがあるのかなって気がするんですけど、なんかありましたかね、ないですかね。最近1年2年前かその辺であるはずなんですけど、なんででしょう、なんでしょうかね。新店舗に移動した、あ、いいですね。新店舗に移動したところ、ところじゃないや、それうまくいきますよ。新店舗いきます。その年に、新しく始めたことはうまくいくので、新店舗ではもう変えないで9年間はそこにいた方がいいと思う。あと9年間だから、あとあと7年ぐらいはいた方がいいですね、と思ってます。まあもしくは独立か、もしくは7年はいた方がいいと思いますね。うまくいってます、いいですよ、うまくいってますよ。うん、ただ9番っていう番号を持ってるんで、9と6なんですけど、9番って少しやりすぎてしまって体を壊すこともあるので、そこだけ気をつけてください。男性には少ないですけど、女性で多いのは頑張りすぎて円形ができてしまったりする方が非常に多いです。なんで意外と無理してしまったりとかですね、そういうことがありますね。基本的にはそうだな、男性の6、9はね、少し、あ、こんにちは。男性の9と6は少し、神経質な方がいます、多いですね。神経質って言っても悪い意味ではなくて、繊細っていうことです。よく気づくってことですね。そういう方が多かったりします。気がつく、細かいことに 気がつくってことですね。そういう方が多いんで、女性の視点で仕事ができたりする方が、アキラさんはできる方だと思いますね。うん、新店舗でうまくいくと思います。ではアキラさん、まだ見てますかね。タロット番号をちょっとね、タロット番号というか好きな番号をちょっと言っていただいて、上から引きたいと思うんで、22以上は言わないでくださいね。好きな番号を当たりすぎて、あれ本当ですか。3番、はい、では3番いきます。1、2、はい、3番こちらですね、ドン。あ、塔が出ましたね。おっ
これは塔が出たっていうことは、いきなりとか突然とかっていう意味があります。ですので、まあ、今あの運気的には悪くはないんですけれども、新店舗突然人が辞めたりとかですね、突然そういうことがあるかもしれません。こういう時は、結構もし、スタッフが何人いるのかわからないですけど、あの他のスタッフさん一人ずつに声をかけてください。で、心の中に思ってて言い出せない部分だったり、いきなり言われてしまう可能性があるので、その前に対策をできたらいいかなと思うので、ちょっとそういう揺らいでる人がいるかもしれないんですね。なのでそこはちょっと、突然何かがあるかなっていう感じがあります。塔のカードは、突然こう壊れるじゃないですけど、突然こう状況が変わってしまうっていうことが、アキラさんじゃなくて周りであるかもしれないですね。なので、そういうのが、また番号を入れてきてくれた方がいますね。ということがあるんで、ちょっと当たってるか分かんないんですけど、あ、マジっすか。入社が決まってたスタッフが急に入社がなくなりました。いや、これ今引いたっていうことは、もうすでに終わったことかもしれないですね。はい。なので、まあ、もし、心配なようでしたら、まあ、正位置出てますので、まあ、今いるスタッフ一人ずつ、もうお話を聞いてあげたりとかですね、事前にそれをならないようにできると思いますので、そういう対策もできるんではないかなというふうに思いました。はい、そういう感じですね。まあ、参考になるか分かんないですけど、簡単な感じですいません。明さんありがとうございました。意外と長くやってますね、これ。意外と松山さんっていう方が、松山さん、あ、はい、そうですね、いろいろちょっと聞いてみたらいろいろわかるかもしれないので、飲みに行ったりとか、ちょっとご飯食べに行ったりしたらいいんじゃないでしょうかね。松山さん、はい、お年はいくつになりますか？1985-1130。 松山さんは、あ、何歳ですかね。1981ですね。はい、わかりました。ちょっとお待ちくださいね。松山さんが、はい、松山さんはですね、コミュニケーション必要な分野で才能発揮できます。ただ人に合わせられるけど人が一人が好きですっていう方です。松山さんはですね、意外と周りの人によって輝ける人だったりとかしますね。要は簡単に言うと、接客とかで人には全然合わせることはもうその場ではできます。ただ一人好きよみたいな感じの人です。才能って、ね、運がある方ですね、この方は。はい、で、スイッチ入るときと入んないときが非常に強い方なので、常に自己管理がすごく必要な方です。自分で
どういうことやったらやる気が出るって、てどういうことをやった時にやる気が出なくなっちゃうのかっていうのを自己分析してやっていくと非常にうまくいく方なので、あんまり自分がモチベーション下がるような、こういうことやったら下がったなっていうことはやんない方がいい方です。そうやって自分をこう管理していかないと、この8番っていう番号が出過ぎてしまうと、1と8なんですけど、1番はいいんですが8っていう番号が怠けちゃうので、そうなっちゃうと良くないです。なんで基本的にいい番号を持ってらっしゃるので、そういう風に自己管理していくと非常にうまくいくと思います。で、運気は、11月30日までが運気が今いいので、以降ちょっと下がるんですね。なので下がるって言っても今普通ぐらいですね、運気的には。なので、特にそんなにこう、11月30日までが運気高いかなと思いますね、近いところだとしたら。ただね、松山さんの場合運気ちょっといいところをちょっと過ぎちゃったんですね、実は。なんでちょっと平行線になるかなっていう感じなんで、松山さん番号って何か言ってもらっていいですか。あっと落としちゃった。番号言えます、好きな番号。言えますかね。もう見てないかな。5番。はい、了解です。では5番を開きたいと思います。1、2、3、4、5。お、復活ですね。復活のカードが出ました。5番、こちらです。今年はなんか昔やってたことをもう一回やっていいんじゃないですかね。前やっててちょっと気になってることとか、そういうことがあったら11月30日までにやっていいんじゃないでしょうか。ずっと休みしていたこととか、前からやろうと思ってたけどやっていなかったこととかを、やるといいと思います。何でもいいんですけどね、どんなことでもいいので、こういうのちょっとやってたなとか、あと古いアルバム、昔の小さい頃のアルバムを見たりとかするのもすごくいいです。これ騙されたと思ってやってみてください。実家に行かないとなかったりするんですけど、昔のアルバム見たりとかすると新しい発見がありますよ。そういう風に何でしょうね、ちょっとやろうかなと思ってたことやることっていうのと、昔のアルバムを見る、簡単に言うとこの2つをやってみてください。そうすれば大丈夫です。はい、ぜひ参考になるか分かりませんが、はい、ありがとうございました。先ほどそういえばちょっと通り過ぎてしまったんですけど、本間さんっていう方はもういらっしゃらないですかね。はい、ありがとうございます。もう先ほどのタイミングがちょっと合わなかったかもしれないですね。ちょっと何回か入れていただいたんですけど、いましたね、本間美幸さん。本間さん、先からちょっとすいません、タイミング的に。もう一回生年月日送っていただいていいでしょうか。はい、すいませんが、1月17日であってますよ。年齢はおいくつになりますか。1978年1月17ですね。39。はい、わかりました。なるほど、39歳3ですね。4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。はい、本間さん断捨離です。
1月、あ、もう来たのか、今年はいらないものを捨ててください。そうすれば運気がちょっと上がりますね。半年使ってないものを捨てるとかですね、あと模様替えをしてみるとかすごくいいと思いますね。で、今ちょっと番号を見たいと思います。7がラッキー番号です。で、7と4っていう番号を持ってて、ズバリ本間さん、不思議さんです。自分の世界観があって、まあ実際わかんないですけど、少し、あ、やばい、バッテリーが、ちょっと待って、はい、本間さんは自分の世界観がすごく非常に あるんで、人から理解されないんですね。なので、結構誤解されやすいこともあります。なんでちょっと自分の考えてることが分かってもらえないことがあるんですよ。実は違うのにっていうことがあるんですね。で、別にそういうつもりもなく違う風に思われてしまったりとか、そうですね、なんだろうな、まあでも自分の世界観が非常にある方なので、それを大切にしていけると思いますので、それがあるからこそなんか本間さんらしい、本間さんの味が出せてると思うんですよね。だから悪いことではなく、ただ人にこう誤解されやすいことも多少あると思うので、自分は今こうなんだっていうのを言ってあげた方が分かりやすいかもしれないですね、こういう番号の方が。そうなんですよ。あとはね、結構そうですね、まあデリケートなところもちょっとありますかね、本間さんの場合は。繊細さというか、あとね、乗り物運非常に高いですよ。車好きですか？車に関、なんか乗り物運高いです、本間さん。なんで、お車とかお持ちなんですかね？車持ってますかね、本間さん。車はないですか？乗り物運非常に高いです。なので、あ、運転は苦手です。あ、そうですか。なんか乗り物運が高いので、どっか移動するとかすごくいいかもしれないですね、今年。はい。運転はまあ、買いました、最近。あ、車買ったんですね。そうですか。なんかね、車と運気、車に乗ってると、本間さんリセットできるんですよ、実は。で、まあそんなに無理に運転しなさいっていうわけではなく、本間さん自体自分をリセットするのに車ドライブとかいいんですよね、実は。ドライブすることによって、まああんまり渋滞してるとことかじゃなくて、自分が走りやすいなと思う道を走ってるだけで、本間さんの運気がちょっと上がるというかね、自分の中がすごく浄化されるとか、そういう番号の方なので、車と実は非常に運気が高いです。で、車の模様替えしてもいいんじゃないですかね。あと断捨離もそうですけど、まあ、車最近買ったんであれば、車の中そんなにガチャガチャしてないと思うんですけど、なんか特にね、車の中をなんかシンプルにするとか、綺麗にするとかすると非常に良かったりとかしますし、まあ、あと洋服とかも、なんか半年くらい使ってないのを捨てちゃうとか、今年捨てるのにすごくいい年だと思いますので、ちょっとぜひやってみてください。まだ見てますかね。タロットカードをちょっと引いてもらいたいんですけど、22までの番号で好きな番号って言っていただいていいでしょうか。ありますかね。あ、リセット方法知りたかったから嬉しい。あ、本当ですか、よかった。そう、車いいですよ、リセットするの。番号ありますか？
最後にちょっと、あ、12番、はい、では12番いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、あ、なんでこれ出るんだ、マジっすか、これが出ちゃいました本間さん最後に。これはですね、確認事項を多くしないとダメですね。ちょっと僕先ほど車が運気いいって言ったんですけど、車は運気いいんですよ。ですけど、これやばいやつではないですけど、突然とか予期できないっていうことなんで、もし運転する場合は、すごく確認事項を多くした方がいいですね。危険予測っていうんですかね、まあ、当たり前ですけど危険予測すごく必要になります、はい、ただ車に乗ってることが運気が高いので、まあ、走ってなくても車の中にいれば本間さん運気上がるので、大丈夫だと思います。例えばどこからどっかに移動して止まってても全然それでもいいですし、ずっと走ってなくても大丈夫です。なので確認事項を多くしたりとか、あと落とし物気をつけてください。忘れ物とか落とし物とか、特に携帯電話とかですね、鍵とかそういうのを忘れやすいので気をつけてください、はい、そういうものが車乗る時とかに物を忘れてちゃうとかそういうことがあるかもしれないので、なんか出かける時は忘れ物をしないように気をつけてくださいっていうような感じで、ちょっと電池がですね、携帯の電池がさすがになくなってしまったんで、もう結構な時間ですね。ということで、本間さんすいません、何回も生年月日入れていただいてありがとうございます、はい、やばいやつじゃないんで安心してくださいね、全然大丈夫です。はい、物を捨てましょうとりあえずということですので、あとね、不思議ちゃんと思われやすいので、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。はい、不思議ちゃんと思われないように、自分の意見を言いましょう。はい、ということで、皆さんどうだったでしょうか。適当に無理やり始めて、なんだかんだ長くやってしまったんですけど、はい、こんな感じでちょっとまたやりたいなと思うんで、あ、楽しかったですか、ありがとうございます。では皆さん、ありがとうございます。また次回、お会いしましょう。また次回こちらの、灰山菓子の占いの館へ皆さんぜひ遊びに来てください。ではさよなら。ではハマりますか、ぜひハマってください。灰山菓子占いの館、今日は以上になります。ありがとうございました。